俺がおったらね。4回か3回か4回。私も好きだよ。みなさん、こんばんちは。Haji Mas Deh. Haji Mas Deh. Oke guys, jadi aku kedatangan tamu spesial ya. Silakan mengenalkan diri. Jigo Sokai. Preshos. Washino nama ya Tama desu. Pratama desu. Pratama. Pratama. Watashi wa nama ya Yuri desu. Oke. Jadi mereka berdua ini adalah couple. Yang satu orang Indonesia asli. Asli. Yang satu orang Jepang asli. Oh. Yes. Ma, jawab kyo wa ne, ma, karuku shaberu. Tama igori iken na. So da ne. Oke. Oke. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ah, mantap jiwa というのは最高という意味。Mantap jiwa. Ah, so 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 so. それは必修。必修。必修、そう。めっちゃ必要。あ、大事なこと。これチャンネル的にはなんか魔法みたいな。魔法みたいなこと。そうそうそう。mantap jiwa と言ったらもうみんな。ウェーイ。そう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 。mantap jiwa。楽しいな。OK。じゃあどうぞ。はい、ください。いただきます。ありがとうございます。そうそう、食べてもらいたいし、やっぱそうな。ちなみに、これさ、こういう牛乳、日本ないよね。ないよね。日本だったら、普通の牛乳か、いちごミルク。うん、そう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 。初めて飲む、これ。初めて。いただきます。これ甘くて、結構いい感じだから。うん。甘くて良き。そう、めっちゃクリーミーじゃない？なんか濃厚。濃厚でいいか、そう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 。だから、普通の入りやすいよ、普通に口。あ、そうそう。うん。うまい。美味しい。美味しいよね。美味しい。うん。でもさ、味覚はもうインドネシア人じゃない？どう？あ、結構辛いのもういける。もういける？もういける。ああ。最初は泣きながら食べたいな。唐辛子とかないかな。最初はいけなかった？全然全然。もうすぐにあっち抜けて。で？で？で？え、でも今結構いけるよ。なんか足に無理やりされとるけんな。食べていかんけん。方言しか食べんけん。もう強制的に。まあでもさ、それ大事だよ。強制っていいか。そう。そうしないと、もう慣れない。絶対慣れない。いやもうどこのインドネシアよりも大体辛いから。あ、そうだね。そうそうそう。なんか例えばカップヌードルとかあるじゃん。で、あの。チキン味とか書いてあるじゃん。でも食べたら辛くて、そう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 、チリが入ってる。そうそうそう。いや、あんたはほぼ残すやん。だから残すやん。俺が食べるやん。なんだ。By the way guys, kalau kalian mau beli susu udang cimol yang ini, kalian bisa beli di Indomaret dan Alfamart. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap. Mantap jiwa. 最初はね、どうやって知ったの？めっちゃ気になる。インスタで出会いました。え、インスタで。インスタ。こいつはなんか俺のライブでやった。あ、インスタライブやってて、そう。で、見る。でもフォローしないと。あ、まずもともとなんかジブラはなんか同じなんかグループメッセージなんか入ったんだよ。Facebook の？インスタ。インスタ。なんか言語を習うグループ、なんか言語を習うグループか。そう。あ、じゃあインドネシア語を勉強したいってこと？あ、違う、なんか英語なんや。あ、英語。英語に言ってもなんか普通に英語じゃなくてなんか方言の英語。あ、なるほどね。なんかそういう言語。お、あれ聞いてはね。だから昔でももう終わったんやけど、そのあれ。ああ、確かに。2020年で終わったよ。2020。え、そういうグループあったっけ？あったあった。俺知らなかった。じゃあそういうグループは日本人もいるしインドネシア人もいるってこと？うん、いや、インドネシア人は俺しかないで、なんかインドネシア、なんか日本人はこいつしかない。他は？他はなんかオーストリア人。オーストリアとか。へえ。だから俺はなんか普通になんかライブしてる時着信来たんやこいつに。なんか気になってなんか入って、俺がなんかひまわりの歌だった時聞かれたんだよ。ひまわり。そう。どうしよう。そうそう。君が泣くの。だから聞かれて、日本語喋れるもんで、なんかその時喋れなかったんだよ。で、なんかまあまあちょいちょいなんかちょっとだけ喋れるわ。なんかちょっと興味あって、なんかいろいろ聞かれたんだよこいつは。どうやって言語を習ったの？なんか YouTube とかなんか音楽とか何でもいいけど、なんかもしなんかめっちゃかかったらその言語的には慣れるけん。だから慣れたらか喋れるやん。あ、そうそうそう。Oke, jadi itu tips pertama ya kalau mau kenalan sama orang luar negeri,言語とか音楽とかさ、大事だよね。大事よ。そうそうそう。なんか言語なんか喋れんかったらなんか話的に伝わらんかったらみんな誤解する。そう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 。それは。まあ特に日本人はね、日本人はあまりなんか英語とかできないよね。できる。え、じゃあインドネシア語できる？全然できる。わかるインドネシア語ある？
terima kasih. だけ？マンタブジワ。アサラマリコ。それインドネシア語じゃないんです。あ、それはアラビア語。あ、アラビア語。そう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 。あとはサヤ。サヤ。意味アパとか。そんだけ。I love you は知ってる？あ、なんだっけ？カム。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 何聞いてる？アクアクチンタサヤ。アクチンタカム。アクチンタカム。アクチンタサヤ。I love myself じゃん。じゃあ最初の時は2019ってこと？2019年の最後らへん。11月ぐらい。その時から付き合ってるのよ。全然。なんか知り合って、なんか何回もなんか DM したんだよな、俺。えん、切ったよ、俺ら。なんか全然。つばつば、ブレーキだな。そうそうそう。そうそう。なんかどうやっても、なんか全然話してなかったんだよ。なんか俺も全然インスタ通りもしてない。なんか投稿もしてないし、あんたももともと投稿してないって。まあ日本人はそうだよね。そうね。プライバシーはめっちゃ守るんだよ。そうそうそう。なんか最初はこいつが DM したんだよ、俺。で、俺はその後、なんかちょっと興味があったんだよ。で？あー、DM するわ。友達になれるんじゃね？なんかそういうなんか恋愛目的が最初はないけど。あーね。でも、何かがなんかちょっと違うな。うんうんうん。なんか自分だってなんかちょっとトラウマがあったんだよ。あー、なんか日本人と何回もなんか付き合ったことあるけん。でも、あ、付き合ったことある？あー、何回も付き合ったことあるんだよ。多分なんか4回か3回か4回。おおあ、じゃあ初めてじゃないか。そう、初めてじゃない。だから聞いて、なんかちょっと怖いんだよな。なんかそういう、また恋愛するで、言ったんだよ。俺はお前のこと好きよ。でもなんかそういう恋愛とか、なんか好き合おうとか、なんかそういうの誘ってないけん。だからそう言いたかったりけん。で、こいつもなんか、私も好きだよって。そういうの聞き出して。あれマジ今で微妙や、迷ってるわ、どうすればいいって、自分だって、なんか自分のことをなんかもう信じてないわ。こいつらすげえ魔法の言葉言い出したんだよ、それ。もし君はなんか自分のことを信じてなくても、私は君のことを信じるよ。うわぁやばえぐガチでえぐガチでえぐえぐなんかその時、自分が感動して、もう泣いて。えぐいや、マジで泣いたことないけど、普通に。自分の男のプライドはマジかって出すんだよ。だから泣いて、あ、それだけ電話？電話？そうそうそう、電話で。えぐ、え、なんかさ、日本人そういうことを言えるの？あー、こいつ、もともと他の人と付き合ったことないんで。俺もなんか、あ、初めて。でも、そういうなんか、強い言葉、なんか日本人はあまり言えないよ。あー、言えないんだよ、一応。なんか、恥ずかしがるから。なんで言える？なんで言えたん？あー、多分なんか、2019年なんかオーストラリアなんか、あれや、学校行っとったやん。ああ、ああ。だけなんか考えちゃったことあったかな。うん、それでなんかこう自分の意見とかちゃんと言った方がいいなって思って、だからそっからもう結構バンバン自分の意見言って。俺も言ったよ、お前。だからみんなはなんかこの世界で生まれたのがなんかクイズへなんか答えるためじゃないやん、普通に。だからみんなはなんかお前の考え考えれんけ、だから直接言わんといかんやん。そうね。えぐい、待って。なるほどね。なんか日本人だけだったら、まあ、ずっと日本に住んでる人だったらあまり喋れないね。なんか自分の意見とかさ。でも海外留学とかさ、行ったら喋れるようになる。そう、そういうなんか考えが違うけん。そう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 。いつ付き合ったの？2020。2020ぐらい。2020年。2月の19。あ、19日。でも日本行ったことない、全然ない、全然ない。あ、じゃあずっと遠距離。ずっと遠距離。ずっと遠距離。顔もマジで見たことない。最初はなんか好きの前でずっと好きやけど、なんか好きって言った後でもなんかマジで顔見たことない。全然なんかどういう顔でもなんかこいつがもうどうでもいいわって。好きの前でなんか一回ビデオ通した方がいいんじゃない？お前もともと俺の顔知ってるやん。俺もお前の顔見たよ。見てんやん、ちょっとびっくりしたんやけど、そんなにブッシュだったよ。前そう。広がれ自分だってブッシュやけんな。だからなんかそういうの分かるやん。あ、こいつほぼ俺と同じやん。だから俺のことを好きかもなって。なんか、見気分やばかったよ、お前。確かに。でもなんか、その時に自分はなんかお前のことも好きやけんな。だからなんかお前の見た目とかもうどうでもいいやん。こいつや。あ、なるほどね。でもそれが大事だよ。なんか最初顔だけ見たら、あの中身は知らんけど。そう、中身知らないやん。まず中身が大事だよね。ということは2年間遠距離して、で、やっと会えた。やっと会ったわ。あ、なるほどね。今何歳？19歳。21、なんかもうすぐ22になる。あ、ってことはまだ大学だよね。大学生。大学生。日本？いや、インドネシア。インドネシア。インドネシア。なんで？え？俺と会うためやろ。ガチやで。両親大丈夫？両親大丈夫。は？
愛のためなら私たちは頑張ります。でも両親知ってる、この知ってる知ってる、最初は知らなかったよ、ちょっとびっくりした、何こいつ。いや、それそうだよ、そう、なんだ、日本人かと思ったけど、インドネシア行く前にもうインドネシア大学行こうと思うの。あ、思った。そう、もともとさ、そう、海外の大学、もともとこいつ海外の大学行こうとしたんよ。でもなんか最初はなんかアメリカとか、あーね、でも俺なんかおすすめしたんだよ、なんかおすすめをして、なんかシンガポールやったら、シンガポールやったら俺と会えれるやん。あ、そうそう、近いしね、近いしね、特に俺なんかペカンバルからマジ近いわ。いや、シンガポールやったらなんかインドネシアにいいんじゃね、マジでやって、なんか自分を消したいんだよ、マジでやって、ああそれやったら俺が大学探すわ。だから俺が探して大学なんか何もかも考えて、結構なんか8月間ぐらいなんかずっとストレスなんやな、なんかこれ考えていかんし、なんかマジなんか自分のなんかあの年齢もまだなってないし、21歳からやなんかそういう責任取らんといかんのが、でもその時に自分はまだ20歳、Oh, berarti harus cariin apa kayak izin visa gitu, itu harus ngurus sendiri berarti. Dan harus 21. Gue pusing banget waktu itu, gue masih 20-an. The power of love, guys. Ma, ayo no cikara da ne. So, naga itai koto wa naga nantut ya, naga koi yu ayo yang mada arun da ya. Naga enkyuri toka zenzen arienei mono toka ni ya, mazu arienei no ga, naga jibun no kangae ya. Jibun ga arienei to motta ya, arienei no kangae. So, 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 so,今の。じゃあゆり、インドネシア来てびっくりしたことある？ああ、結構ある。え、まず外に出たらあの車とかバイクとかすごい多くて、で、なんか量も半端じゃないし、あの、まっすぐ行かないの、みんなまっすぐ行かない。ああ、なんかこういう高校とか、みんな前に行きたいから、え、これレースみたいな。それはダメだよ、マジ怖くねって。めっちゃ怖かった。オレンジバトルもそこまでいないもん。やだやばい。しかもみんなスピード出すけん、結構渋滞もあるし、レースやん。でで、なんか外に出たらあのストリートフードとか結構あって、そう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 、日本だったらさ、祭りじゃないとないよね。そう、だから毎日祭りみたいで、毎日祭りいいなって思ったし、あとはそれだったらこれあるよ、シャワー、シャワー、あ、シャワー、シャワー、そうそうそう、そう、それ日本なんよね。あ、ないよ、日本やったらウォシュレットとか、ウォシュレット、うん、だけど知らんわ、行ったことないけ。ああ、でもあのなんかシャワーで、そう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 、あれミスったら結構やばい。あ、そういうこと、あれのやつ。いやいやいや、絶対いや、だけどガードリジバ、水圧とか結構調整するの難しいし、あとかかってしまったらやばいし、そこまでは、じゃあね、そこまではない、あの、かかったら、いや、ないと思う。でもたまに、なんか強いやつもあるし、弱いやつもあるから、コントロールするのがむずいわ、自分だってむずいわ。好きな食べ物と嫌いな食べ物ある？梨、梨パダンとか。あー、なるほどね。今、手で食べる？手で食べる。食べれる？え、もともとはなんか食べないよね。食べる。あ、箸で食べる。もともと。そうそうそう。何？足で食べる？箸。箸。箸。箸食べたらいいよ。なんか日本人はね、なんか手で食べたらそれはなんか礼儀だ。まあ礼儀は良くない。そうそうそう。でもなんか実際やってみたらどう？美味しい、美味しい。美味しい。つまみ食いの延長線みたいな。あ、そう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 。もっと美味しくなる。うん。そこ自由食べとるけん。そうそう。なんか箸とかスプーンとか使ったら、なんかその箸とかスプーンも口の中に入れんといかんや。あ、そうそうそう。でも手だったらもうそれ。もうそ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 れそれそれそれ。俺のなんか日本人友達も最初はまあなんか、まあこれ汚いとかさ、そう思ったけど、で実際やってみたら、あ、美味しいね、美味しいね。じゃあ嫌いな食べ物ある？嫌いな食べ物、ドリアンとか食べたことある？あ、ある。好き？好き。初めて知ってるじゃん。え、好きなの？いや、美味しかった。なんかさ、昨日食べたやつやろ。うん、そうそう、感覚としてはさ、なんかなんかアボカド？アボカド食べとる感覚で、でも味がなんかフルーツ食べとるような感覚じゃないよ。あ、なんかテイスティー、すごいなんかうまいみたいな。なんかいっぱい食べたら酔うんだよって。あ、そう。あ、そう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 。全然いっぱい食べなかったけど。珍しい、珍しいよ。じゃあ日本人は普通はね、なんかめっちゃ臭いとか。あ、確かに臭かった。臭いけど美味しい。美味しい、美味しい。納豆好き？納豆好き。納豆好き？全然。俺もう5年間半ずっと日本だけど、もう納豆無理。納豆とわさび。
わさびよりや。わさび。俺もともとなんか日本食はもともとあんまり好きじゃないけど。うん、マジ、ね、マジ、うん。寿司とか全然食べない。なんか食べたら、うん、何って生の魚が無理なんよ、ね、いや、生とかじゃなくてなんかまずソース、味がなんか慣れてないけど、ね、あ、まあ、じゃあ、なんかこれからの計画はずっとインドネシア、うん、あ、そうか、大学インドネシアなの、そうそうそう、だから3年間は絶対インドネシア、3年間は絶対インドネシア、うんうん、その後は、まあ、決めてないよね、えその後はオーストラリアで行くんじゃねえ俺ら、オーストラリア、いい、ベジオーストラリア行くとえオーストラリア行くじゃん、オーストラリア行くで、だから前なんかそういう話しとったやん、あ、確かに、オーストラリアかなんかシンガポールかなんか、あ、俺は日本、いや絶対すまん、そこ、そう、うん、そう、無理よ、なんかそういうプレッシャーに関われるマジで言うわクソ野郎って、そう言われそうやもん、それ一回遅刻したら、クビされそうだ、クビされるやん、ボケが、はは将来、なんか日本に住まなかったら、そらんでもいい、え、どこでもいい、どこでもいい、どこでもいい、俺がおったらね、でも珍しいよね、こういう考え方、マジ珍しい、そう、日本人は普通は日本、ずっと日本とか頭固いよ、日本人、そうなんか経験的にね、何回も付き合っとったよ、日本の、うんうん、何かあったよ、わがままやし経験したいですねお前やり、いろいろ言われるわ、待って、プラタマ、漫画とかアニメ好き、いや、今は全然見てないけど、なんか2020年でもう、もうやめたよ、そういうの、なんかこいつに集中したんだよ、わあ、わあ、でもさ、それはオタクとかウィブの有名じゃん。だからまずアニメで日本人のまあ彼女とか彼氏できたらもうアニメはいらない。アニメな。集中してしまうわって。そうそうそう。急いまーす。オッケー。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いい話できました。はい、ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。楽しかった。OK! 見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ヨーロッパライク、シェア、サブスクライブ、お願いします。じゃあ、またねー、またぶー、ジーワー